しゃー、体調が治りました。ありがとうございます。よっ、前です。今日はご飯を食べたいと思います。30時間以上ぶりのご飯。体調崩しててさ、もうお腹痛くて仕方がなかったわけ。ゴム？なんか髪の毛くくるやつあるかな。よし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 、いい匂いということで、半額になってたので買ってきました。バンバンバンジー、こんにゃく麺サラダ。バンジーか。もうさ、ほんまさ、体調崩したらさ、いかに健康が大事なんかっていうのがもうわかるよな。もうめっちゃくちゃ回復したのでご安心くださいまし。あり余ってる元気が逆に。スヌーピー久々にやったな。この前さ、ユニバ行ってきたんですよ。この前関西帰っとって、ユニバにレジスタンスのみんなと、まあ、それに準ずる女の子たちと。それに準ずるっておかしいな。あのユニバに行ってまいりました。また動画上がってると思うので見てください。で、行った時にカチューシャやらんかったやんか。そう、だからちょっと今つけたいと思います。いただきます。私ダイエット中マジでこういうこんにゃく麺みたいなもんずっと食べてた。そう、ユニバ行ってきて、この前ハリーポッターとかマリオ、そうマリオ行けたし、ハリドリとかバックドロップ、バックドロップじゃないわ、ターミネーター、あ、ハリドリや、ハリドリ、ダイナソー乗った。ダイナソーに関しては2回乗りました。なんか10分待ちとかやって、もうめちゃくちゃ2回乗りました。楽しかったー。ああいうなんかくるくる回るやつ好きやなと思った。なんか A じゃないかとかも私好きなんですけど、それと同じでめっちゃ好きやった。いただきまーす。うまー。うわ、美味しい。食べれるって幸せ。うん。で、大阪では、それと、あとあれや、商店街の食べ歩きの撮影もしました。ほんで、そこで動画では結局カットしたんやけど、占いも言ってんやん。人生で初めての占い、手相占いやったんやけど、ちょっと見てもらおうと思って。まず仕事を見てもらってんやんか。左手が先天的、生まれ持ったやつ。で、右手が後天的、今の状態みたいな表すらしいねんけど、左になんかマスカケ線みたいな、変形マスカケ線みたいなのがあるらしくって、でも男の手してますね、みたいな言われて、で、男みたいな。なんかあなたは男に生まれサバサバしてるでしょみたいな、そうみたいなね。なんかでもこのマスカケ線を持ってる女の人はめっちゃ苦労するらしくって、苦労してるねって言われてありがとう。マスカケ線って天下取りの層って言われてんねんけど、この変形マスカケ線って結構大器晩成型みたいな、なんかちょっと遅咲きじゃないけどになるらしい、知らんけど。あとなんかヒット線も出てきてるから、今やってること続けって言われて頑張るって言って、あと何やったっけな、あとなんかめちゃくちゃメンタル弱いから気をつけやーって思われてそれね、昔さ韓国のお坊さんみたいなに見てもらったことがあんねやんか。で、私そういうのあんまり全然気にせえへんっていうか信じひん、占いとかあんま信じひんねんけど、さすがにそのお坊さんは何か私の家の間取りとか私が親にも言ってないこととか当てられたりとかしてたし、私の東京の友達の相関図みたいな当てられたし、でもそんなもん信じるしかないやんか信じるしかないから話めっちゃ聞いたんやけど、将来私は海外と日本を結構行き来するらしい。でもそれに関しては英語全く喋られへんから、マジでみたいな、ほんま思うねんけど、あとなんかあんた将来多分鬱になるから気をつけよって言われて私鬱なんのみたいな、いっぱいこういいことを言ってくれてよっしゃ頑張ろうみたいな、ただのに鬱ガチかー。次は恋愛よ、大事な恋愛。もう実家帰ってお父さんとかお母さんとかも諦めてんねんけど、おばあちゃんとかに会うと、もう会うたびに「で、結婚はいつなん?」みたいな「で」みたいな絶対言われんねんか。もうめちゃくちゃ言われるから、もう大ダメージ食らって帰ってくるわけすごい打たれんねんよ、そんなみたいな、マジみたいな、もうちょっと待って、もうちょっと待ってみたいな、もういかに結婚の話にさせんようにするかみたいな、おばあちゃんち行ったら感じやね。だからもうこれで聞いとこうと思って、いつぐらいに結婚とかしますかねみたいな、恋愛とかどうですかみたいな、ほんならなんかまだまだまだ結婚しませんねって、苦っまだまだ結婚する気ないでしょって言われて、まあでも別にこっちだって絶対結婚したくないみたいな思ってるわけじゃなくて、別にいずれかはしたいよ、いつかは結婚したいよ。私だってもう高身長180センチの男大好きやし、イケメン大好きやし
でもやりたいことはまだまだありませんと、だから結構もうちょっと待ってみたいな感じなわけであって、そんなまだまだせえへんとかちょっと言い切られちゃうと、それはそれちょっと嫌なんだよ。でも私の場合、なんかその仕事を優先してしまう性格というか、なんていうか運勢というか らしくて、もう聞こうってお疲れ様でした。そうだから、まだ私の結婚報告はもうちょっとかかりそう。いつかご報告みたいな感じですることがあるかもしれないけど、その時は祝ってみんな。でもさ、この前思ってんけどさ、今までさ、まあ、私にも恋愛経験っていうものありまして、元彼とかがいるわけですよ。で、元彼のこの前結婚したらしいで、みたいな。結婚するらしいでかな。らしいでっていうのを聞いて、この前の関西帰るときに。ちょっと気まずなった。なんか、ちょっとなんていうの、気まずなったというか、なんやろ。何この気持ちはってなった。なんか別に好きじゃないし、もうお互いな、まあ、それぞれ歩き出してるし、全然あのオッケーオッケーって感じなんやけど、え、そうなんやと言ったけど、なんかあ結婚するんや、わかる、この複雑な感じ。あーそうなんやみたいな、なんかそら結婚するよねみたいな、普通の人やし結婚するよねっていう感じなんやけど、なので私はスイーツを食べたいと思います。20円引きになってました。生クリームチーズケーキ、生クリーム専門店のミルクとコラボしたらしいねんか。これめっちゃ気になっとって、生クリーム好きの私は食べんといかんということで買ってきました。おお、すっごい甘そう。こんな感じ。あーこれ甘いやつ。うわすごい、チーズケーキめちゃくちゃクリーム。いただきます。おお、甘ー、うまー。最近さ、クマ取れへんねんな。クマ目の周りが真っ黒になってきて、これは困った。寝てないとか寝てるとか、もうそんな次元の話じゃなくなってきてさ、やばい。これはどうする、クマ対策ってみんなどうやってやってんのやろ。そのままありのままで勝負。やばいねんな、ほんまに。そういう話、何の話だっけ。うん、最近そうや、昨日か昨日、格闘家の秋山さんっていう格闘家さんがいらっしゃるんですけど、その方の大食い大会みたいなのに参加させてもらって、私大食い大会参加してきました。でそれまた多分あちら側のチャンネルで動画出ると思うのでまた言うんですけど、でそんなガチガチの大食い大会って多分知らんくって、普通に自分の量を美味しく食べれればいっかみたいな感じのノリで行ったんやけど、行ってみたらもうみんなゴリゴリマッチョみたいな、しかも女うちだけやし、やばないみたいな、なんか一般ピーポーなんですけどみたいな。そんなさ、食べるって言ってもさ、女の子にちょっと羽生えたみたいな、なんかちょっとぐらい食べれるけどみたいな感じの女子やのに、私こんなとこ参加して大丈夫なんかなみたいな感じの大会に参加してきました。頑張って食べたので、またあの動画出るとき言いますね。なんか一般のお客さんっていうか観客みたいな人もいて、次くださいって言うときに、おーって、拍手あんな待ってみたいな、あと5分前ですとか、あと3分前ですとか言われるんけど、気まず、マジでもっと食べないと、やばいやばいやばいみたいな、めっちゃ一人で汗出てんな。こうやってゆっくり味わって食べるのがいいです。私は初めての経験ばっかりで楽しかったんですけど、最後いただきます。ごちそうさまでした。これで終わろうかなと思ったんですけど、マリトッツォも買ってきました。安くなってたので、30時間分カロリー取ってなかったからといって、ここに来てカロリーを取り戻そうとしている。一気にカロリーを取ろうとしている。やばい。うわぁ、すごい。見て、絶対美味しくない。どっちかにしようと思って、マジでリアル5分10分ぐらいは考えたんやけど、ほんまにもうマジで決められへんくて、両方買ってしまいました。いただきます。あーうまー。やっぱりさ、生クリーム専門店なだけあってさ、生クリームがめっちゃ軽いんや。めっちゃ食べやすい。しかもパンもめっちゃ軽いし。うわ、すっごい生クリーム。めっちゃあるやん。うまい、おいしい、うますぎる。うん、めっちゃおいしい。やばいねんけど、もうこんな食べてしまう。最近またコロナやばない。もうえて沖縄も行くて、予約したてって。なんかめっちゃ水着もさ買ってさ、もうよっしゃあとは沖縄行くだけみたいな、9月沖縄行くだけみたいな感じやのにさ、コロナはないべ、ちょっと待ってちょっと待ってみたいな、ちょっと待ってお兄さん。最後いただきます。先週と今週はもうローソンのスイーツがうますぎて、もうほんまに今ローソン大好きになってるよ。ローソン大好き、最近ハマってんねんな、この言い方。大好き、もうみんな大好き。ごちそうさまでした。
ということで今日は何の動画やったんでしょうか。こんな病み上がりの顔面で申し訳ないんですけれども、今日は近況報告でした。8月は多分関西帰らないと思うんですけど、9月はまた帰ると思うんで、またね動画も撮っていきたいと思います。ということでマネーズ見せた。ということで最後までご視聴ありがとうございました。うん、やっぱ食べれるって幸せやな。またライブ配信とかするんで、その時みんなで恋愛語ろう。ということでチャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でね。バイバーイ。おやすみー。